でもペコアラさん、またね、新しいダイエットを始めた、今日から始めたペコなんだけど、みんな聞きたい？ペコちゃんダイエット。いや、いいかな、ふざけんな、ちょっと聞いてくれよ、ペコーラの。みんなってさ、オートファジーって知ってる？オートファジー、ちょっとカタカナばっかで難しいけど、オートファジーって知ってる？そう、オートファジーってなんか8時間は食べてよくて、16時間は食べないみたいな、ちょっとプチ断食みたいなやつ。そう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 。これはなんでベコーラやろうかと思ったかというと、まあちょっとマリンと仕事で一緒の時に、なんかオートファジーやってんだよねって話から、マリンがで、オートファジーって何って言った時に、なんかね、ダイエットのやつでなんかこういうのがあるんだよみたいな感じで教えてくれて、マリアもさ、美容とかいろいろ詳しいペコだからさ、で、なんか有名だから調べてみたらわかるよって言ってて、え、マジ？と思って調べて、難しそう、大変そうだなと思ったけど、ペコーラもなんか胃に優しいって聞いてからね、やってみようと思って。そう、朝からシュークリーム食べるやつにできんの？できますと。やばい、ペコーラさ、今日さ、オートファジー1時までだったのにさ、配信が、おい、ふざけんな、夜ご飯食べなかったペコなのに、ペコーラの時間、オートファジー時間があと18分で終わる。おい、マジいい加減にしてくれよ。夜ご飯配信後に楽しみに撮っとこうと思ってたのに。マミーにご飯よろしくねって言ってあったのにさ、ペコーラの18、残り18分で今日食べれる時間終わるんだが、まあ最初はもう少し長くてもいいか。うわ、今日もさ、今日から始めたさ、なんだっけ、オートファジーだけどさ、やめよ、この後ご飯絶対食おう。いいよね、だって今日脳内使ったもん、仕方ないよな。もうペコアラにはダイエットは無理なのかもしれねえ。